というかね、いつまでもやること自体がどれだけ、日米同盟の、これですね、自分の我が国の安全保障にマイナスになるかということを考えるべきだと思います。今、状態としてですね、自主防衛、あるいは我々の国自身が核武装もしてない、この憲法さえも変えられ、あの、変えることができない。私はあえてもう一回言いますと、憲法無効論であります。国会決議で憲法の無効、日本国憲法の無効を宣言して、明治憲法を大幅に変えていくということが一番正当なやり方だと思います。国の誇りというものを取り戻すためにも必要だとは思っておりますけれども、少なくとも今、日米同盟、我々が結んでですね、今こういう自国の安全というものを米国との協力で考えてた時、こういう形の、地元が同意なくてもやらなきゃいけないときはやると、非常に頼もしく私は、安倍さんの姿勢を感じたわけであります。そうではい。すね。